皆さんこんにちは、フジロクです。よろしくお願いいたします。今日は使い終わったバニラビーンズのさやを使ってバニラシュガーを作る方法をレッスンしたいと思います。お菓子作りをしているとどうしても余ってしまうのがバニラビーンズのさやですよね。あのさや、いい匂いするんですけど、使い終わったらどうしたらいいか皆さんわからないと思います。バニラの1本高いですよね。高いとですね、1本1000円ぐらいしちゃって、中身を使ったらもうこれは捨てるのかなって思ってしまう方も非常に多くいらっしゃると思うんですけど、もったいないです。いい香りがするので、それでバニラシュガーを作っていきましょう。作ったバニラシュガーはクッキーに混ぜたり、パウンドケーキに混ぜたり、そしてそれでスポンジケーキを焼いてみたりすることをおすすめします。とてもいい香りのするお菓子が焼き上がりますので、最後まで無駄なく使ってお菓子作りを楽しんでいってください。それでは作っていきましょう。レッスンスタート。はい、それでは作っていきたいと思います。用意するのはフードプロセッサーです。フードプロセッサーがなければジュースを作るジューサーでも構いません。この中にまずはグラニュー糖を入れていきます。グラニュー糖は細めのグラニュー糖でもいいですし、私が今使っているね、すごくもともと細いグラニュー糖でも構いません。こちらを適量入れます。そして乾燥させておいたバニラビーンズのさやですね、種は使ってあって、このさやの部分ですね、こちらを入れていきたいと思います。もう乾燥しているので、このようにちょっと割ってもらって入れていただいて大丈夫です。このようにねして入れていきます。それではこれを粉砕していきたいと思います。結構こちらが硬いので、粉砕する時間はですね、だいたい1分2分はかかると思います。じっくり粉砕していきたいと思います。そしてこの隙間から細かい砂糖が飛び出てくるので、しっかり手で押さえてあげてください。では回していきます。これ以上はですね、なかなか細かくはならないので、こちらで OK です。はい、こんな感じです。ちょっと大きな粒があるので、今からこちらをこしていきたいと思います。粉を振る用のこちらですね。はい、粉振るいの網を置いていただいて、こちらを入れていきたいと思います。そしたら、ふるいにかけていきましょう。はい、大きな分はこちらに残りましたが、こちらがふるいにかかった分になります。これでバニラシュガーの完成です。かなりもう細かく粉砕されているので、食べた時にも全然口には残らないぐらいになります。なので、このままお菓子作りに使ってみてください。はい、ということでレッスンを見ていただきました。いかがだったでしょうか。普通ならですね、バニラビーンズのさやというのはグラニュー糖の中に乾燥させて入れておくだけという方が非常に多いと思うんですけども、私はもったいないのでね、全部使いたい、そして何だったらお菓子に練り込みたいということで、こんな方法をさせていただいております。なので、ぜひこのバニラシュガーを使ってクッキーとかパウンドケーキを焼いてみてください。あのバニラビーンズを使った
ように本当に香りが良くなりますのでね、おすすめです。そして今日はフードプロセッサーで作らせていただきました。フードプロセッサーもしくはジュースを作るジューサーでもできるんですけども、一番のおすすめはミルサーというものになります。ミルサーというのは粉末状にする機械なんですね。ふりかけを作ったりだとか、あとなんか、お茶の葉っぱを乾燥させてパウダーにしたりとか、そういう粉末にする機械をミルサーと言います。もしご家庭にミルサーがあるようでしたら、今日のやり方をですね、フードプロセッサーではなくミルサーでされてみてください。ミルサーですると、バニラのさやも全部粉々になって、お砂糖と一番きれいに粉砕されて、きれいなバニラシューガーができますので、そちらがおすすめです。ない方はフードプロセッサー、ジューサーで、そして最後ふるっておいてください。ということで今日の動画は以上になります。ためになったでしょうか？動画を見てとても面白かった、勉強になったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた違う動画でお会いしましょう。バイバイ。